おはようございます。今日の動画は2022年の10月最後の週末にですね、本格的な冬山に突入する直前の北アルプスに行ってきた日の Vlog です。バスタ新宿から高速バスに乗ること5時間、白馬八方に到着しました。今日はこれから大好きな唐松岳に登ります。前回来た時は唐松岳頂上山荘で一泊しましたが、今回は八方池山荘で一泊して頂上には明日行きます。白馬八方尾根もう直接乗り場に行っちゃう？もうだってチケットある。行こっか上。今日はこれからゴンドラとリフト2つを乗り継いで八方池山荘まで行って一泊します。今日はねめちゃくちゃ楽ちんな日です。で明日唐松岳の山頂まで登ってピストンで下山します。標高が高いところではもう所々雪があると聞いてます。軽アイゼンやチェーンスパイクは持ってきてますが、まあ、登山道の様子を見ながら行けるところまで行こうと思ってます。この辺り紅葉がとっても綺麗です。八方尾根1400m。 明日晴れるかな。天気予報的にはね明日良さそうだけどね、うん。標高 1680m の黒菱平の気温は5度、6度ですね。そっか、この時期に高いとこ行くのも初めて。初めて。そっか。初だよ、本当に初。デビュー。寒い、震えている。いや、だから手袋しなくて。手袋の中にある。なんかもう真っ白なんだけど。見えましたよ。本当だ。楽。めちゃくちゃ楽だね、今日は。今夜お世話になる八方池山荘に到着しました。早速チェックインします。お布団が4つ用意されているお部屋をこの日は2人で使わせていただきました。2つ目のリフトを降りた場所の本当目の前にある山荘です。今日はねちょっと雲が多いですね。明日に期待します。夕食はバイキング形式でした。味も美味しかったし、好きなものをおかわりできて嬉しかったです。ごま団子3つ4つ食べました。おはようございます。2日目の朝です。朝日を見るために今日は5時過ぎに起きました。八方池山荘のすぐ近くで日の出を待ちたいと思います。Thank you.
方池山荘に戻って朝食をいただきます。出かける準備をして荷物の一部を預かっていただいて、ただいまの時刻は朝7時半です。八方池山荘を出発します。この後分岐があって木道コースと登山道コースに分かれます。この2つのコースは後から合流するのでどっちを選んでもいいんですが、個人的にはですね、天気がいいなら登山道コースを選びます。進行方向右手側に見える稜線がめちゃくちゃかっこいいからです。この辺りの登山道は夏山と全然変わらないですが、霜が降りているのを見て冬の始まりを感じます。なんかガスガスして真っ白になってきたなと思ってたら、今度は急に晴れました。今日は朝からガスったり晴れたり変化の激しい日です。八方池山荘を出発してから50分、八方池に到着しました。プリプリ言うよ。うん、ほらほら。だんだん霜が溶けてきていて、木道がツルツル滑ります。ここからさらに登って、唐松岳の山頂を目指します。向こうにある。雪景の見える場所で休憩を取ることにしました。あ、滑るね、これ。丸山ケルンの手前から登山道に雪が出てきました。とはいえ雪のない部分もまだまだ多くて、どこから敬愛禅をつけるか迷うところです。夏のね、天気のいい週末は本当にたくさんの人でにぎわう唐松岳ですが、10月の最終週ともなるとほとんど人はいません。ちょっとだけ雪化粧した稜線が青空にバチバチに生えてて最高にかっこいいなと、静かに幸せをかみしめながら歩いてます。こんなんもどこまでも歩ける気がします。山頂が近づいてきました。
こっち晴れてるって聞いてない。ちょっと待って、ちょっと待って。すごい。思った以上の天気の良さに興奮しております。このまま唐松岳山頂を目指します。夏にお世話になった唐松岳頂上山荘が見えてます。ここで素敵すぎる出会いがありました。ライチョウです。山頂はもうすぐそこです。今朝八方池山荘を出発してから休憩も含めて4時間弱かかりました。槍、剣、立山などなどかっこいい北アルプスの山々が見渡せる大好きな山頂です。1時間ほど休憩している間にいつの間にか雪だるまが乗ってました。登ってきたのと全く同じルートを通って山を降ります。八方池山荘で荷物を受け取って、リフト2つとゴンドラを乗り継いで下山完了です。